フランスのロシュシュアールにあるクレーターで採取された、緑色のスウェバイトネルトリンガーリースのクレーターで採取された、スウェバイトベラルーシー、ラホイスクのクレーターで採取された、スウェバイトカナダケベック州のマニクアガンクレーターで採取されたスウェバイト主に赤い粘土からなる、うんてかくれきガンの上に形成された薄いスウェバイトの、ソーサドベリー隕石により形成された、スウェバイト。 中央下寄りにある塊は吸引近くもある。スエバイト作りのポータルは部分的に溶融した成分からなる岩石である。典型的にはガラスや結晶室、岩方を含む隠れ気岩で隕石衝突によって生成される、インパクタイトと呼ばれる岩石群の一種である。スエバイトは隕石の衝突により隕石そのものや、 基板岩とその溶融物が焼結されて生成すると考えられている。クレーターアで見られる一度完全に溶融して生成した岩石はタガマイトと呼ばれる。スエバイトは衝突時の初期圧縮症及びその後の中央球、形成時にクレーターアとその下の基板岩との摩擦効果によって生ずることから衝突構造で見られるシュードタキライトとは区別される。スエバイトは 巨大衝突構造の判別指標として用いられ、地球上の数多くの巨大衝突構造から発見されている。スエバイトのページ、ありがとうございます。